皆さん、バビロンズフォールというゲームを知っていますか？このゲームはスクウェア・エニックスとプラチナ・ゲームズが送るアクション RPG です。スクエニとプラチナ？そう、同じアクション RPG である大人気ゲームニーアオートマタを生み出した黄金コンビです。一見同じようなゲームに見えますが、大きな違いがあります。それはバビロンズフォールはオンライン専用ゲームだということです。そしてこのゲームはオンライン専用なんで、スケート最近流行りの基本無料のゲームではなく、定価8580円のソフト本体から始まり、ゲーム内でも課金要素があるという形式での販売でした。ですがこのゲーム、発売わずか半年で差収が決定しました。なんでや！はい、発売半年で差収が決定し、2022年3月3日に発売された本作は、1周年をギリギリ迎えることなく2023年2月28日にサービス終了しました。そしてこのゲームはオンライン専用ゲームなので、サービスが終了してしまった今、ゲームそのものがプレイできなくなってしまい、もはや鳥よけくらいしか役割がないです。我々にはこれしか道はない。 DL 版や Steam 版を買った人はもうどうしようもないです。そんな本作ですが、8000円以上する買い切りプラスゲーム内で課金があるのにもかかわらず、半年という超スピードでサービス終了を発表したので、当然物議を醸しました。そのため返金すべきだったり、消費者庁に通報すべき等の意見が見受けられました。消費者センターはまずいですので、私はこのゲームを一通りプレイし、さらにサービス終了の瞬間まで見届けたので、このゲームにどのような問題があったのかを本動画で説明していきたいと思います。前置きが長くなりましたが、動画スタートです。どうもこのゲームの初日の同接数が600、そして私の守備力も600であるバビロンです。今回はオンラインゲームの新たな歴史を開いてしまったかもしれないバビロンズフォールをプレイしていこうと思いますが、このゲームは初日の同接が600とある通り誕生した瞬間からすでに苦境に立たされていました。それはなぜかというと、バビロンズフォールの発売日が3月3日に対して、エルデンリングが2月25日に発売されており、ただでさえオンラインゲームで重要であるプレイ人口を世界最強クラスのゲームに奪われてしまった背景があります。じゃあこのゲームは不運によって差収までに追い込まれた隠れた名作なのかと言われたら、そんなこともなく、ちゃんとした理由があると思いますので、それを今からプレイしつつ説明していきます。おお、マジ？こいつが主人公です。キャラクリで作りました。かつて天よりも高いジグラットを建設し、世界を支配したバビロニアという帝国があった。字幕小さすぎじゃね？こちらの字幕、なんて書いてあるかわかりますか？何も見えません。わかりません。じゃあ死ね。あ、ジュースよ！その帝国が滅亡して千年。新たに勃興したドミティニア帝国は、旧都バビロンを征服し、自らを第三バビロニア帝国と宣言。その正当性を喧伝する材料を探し、ジグラットの遺跡で発掘を開始した。だが、島内に鉱山街が建設され始めると、遺産を守るため、異形の戦士ガルーが出現。以後バビロンの遺跡をめぐり、帝国軍とガルーの一進一退の攻防が続いていた。先ほどの説明を簡単に言うと、
古代からあるすごい塔を中心に国を作って塔の発掘作業をしてたら、その遺産を守るために異形の戦士ナルーというものが現れて衝突しましたという話です。そして壮大なタイトルコールとなりましたが、わかりやすい世界観の説明は以上となります。なので一旦このゲームのノリがわかるムービーをご覧ください。我はドミティニア帝国のインペリアルガードにして、最初にセンチネルになりし者ゼノンなり、キコーラの末路は二つしかない。塔よりも高くアセンションするか、我のようにフォールするか。まいったな、さっきの戦いでエネルゲイアになっちまった。まさかイクシオンフェノメノン。皆さん、わかりましたか？ちなみにこれ序盤のムービーですからね。それなのに専門用語のオンパレードでして、プレイヤーを困惑させます。とまあ、このようにバビロンズフォールは新規 IP ですけど、なかなかに分かりにくい設定もりもりでして。この絶頂している仲間のキャラクターでもある、ギャラハー君に何が起こったのか説明すると。バビロンズのバビロンのセンチネルが、フォールでイクシオンフェノメノンして、イクシオン体になりました。この専門用語ラッシュなんですけど、皆さんご存知 FF13 のファルスのファルシノル氏がコクーンでパージと似ていますね。ちなみにお前が事前の説明を聞いてないだけだろと思われたくないので、このムービーを見た時の投稿者の反応をお送りします。あ何急にエルゲネイアって。まさかイクシオンフェノメノ。急にわからんって。大きなことそれ分からんて。さてここからはゲームプレイパートに入るのですが、今現在表示してある画面がモンハンでいう集会所みたいなところですね。まあオンライン専用なのでここしかないんですけど、この時点で致命的な欠陥がありまして、このゲームチャット機能がありません。いや、それでも、ボイスチャット機能があれば、テキストチャットなんていらないやろ。公式 Q&A 見たろ。バビロンズフォールのゲーム内で、チャットやボイスチャット機能はありますか？バビロンズフォールのゲーム内では、テキストチャット及びボイスチャット機能はございません。はい、このゲームは、チャット機能が一切ないんですよね。なのでどのクエスト行きたいとか、この素材が欲しいといったやり取りがゲーム内でできません。お互いにコミュニケーションが取れないと、この人面白いな、今後一緒にゲームしたいなといったようなオンラインゲーム特有の新たな出会いもなくなってしまいますからね。サービス終了まで実装されなかったんで、本当に4ゲと言えるんでしょうかね、この仕様は。はい、仲間たちと一緒にゲームスタートです。まずこのゲームのジャンルなんですけど、ハクスラゲームです。ハクスラとはハック&スラッシュの略で、敵との戦闘に終始し、それがゲームの主目的であり醍醐味となっているゲームのこととあるんですけど、ざっくり噛み砕いて言うと、ひたすら戦闘を繰り返して強い武器やアイテムのドロップを粘って装備を更新し続ける感じですかね。ハクスラ要素のある有名どころのゲームだとディアブロ3だったり PSO2 とかでしょうかね。私が以前やったハクスラ系ゲームだとドラゴンズクラウンとかですかね。そりゃもう時間を忘れて戦闘を繰り返しまくってレアドロップ目指して熱中してましたけど、このゲームは
そんなことありませんでした。ボス戦をしながらその理由を語ろうと思うのですが、このゲームは4つの武器の組み合わせ、装備の性能の違いにより戦略の幅は無限に広がるとあるんですけど、弓が最強すぎてそれ以外使う価値がほとんどないです。理由その1として、単純に DPS が高いです。今行っているチャージショットみたいなやつがひたすら強くてですね、このダメ弓チク、略してダメチクで最後までいけました。理由その2として、単純に相手から離れているので被弾するリスクが減ります。高 DPS で被弾も抑えられるとなれば攻守に隙のない武器となりますので当たり前ですよね。そして理由その3なんですけど、高火力の遠距離武器であれば確かに強いけど距離減衰があるから、モンハンみたいに一番火力の出る距離を保つのが難しいと思われますが、このゲームの弓は火力の距離減衰がないので、ひたすら遠距離からチャージを繰り返していくだけでいいです。ちなみに何回か剣やらハンマーやらの近接武器を使ったことがあるのですが、あまりにも火力が出しにくいわ、効率が悪いわで二度と使いたくないレベルでした。なので周回を繰り返すハクスラゲーでこの効率という点を無視することはできず、ひたすらためちくしてましたね。さらに武器の選択肢を狭めている要素がありまして、それは店で生産できるクアグマイアという弓なんですけど、ぶっちぎりで最強武器です。なのでひたすら戦闘を行ってそこでドロップする武器を粘る必要もなく、素材を集めて店で生産を繰り返すだけで誰でも簡単に最強になれます。そのせいで上位ランカーの人だったり、このゲームをやり込んでいる人はこの弓を4つ背負うのがテンプレと化しています。なのでこれじゃハクスラゲーの良さを自ら殺しに行ってるとしか思えません。そしてこの最強武器の強さの理由なんですけど、ただでさえ強いこの弓という武器種に加えて、チャージすると貫通する大量の矢を同時発射するんですよね。しかも拡散せず一点に集中するので火力も安定しており、これだけやってればご覧の通り敵が消滅していきます。なのでこのゲームを複数人でプレイすると弓をチャージする音ばかり聞こえてきます。ただ私がこのゲームをプレイして唯一良かったことがありまして、それはこのゲームを細々とプレイしていた視聴者の数名が、戦闘面以外にも問題はありまして、それは退屈なステージギミックですね。例えばこのステージのギミックはこのように壁が現れて別ルートを進んでいかなければならない感じなんですけど、いったー、死んだんじゃないの、即死しそうに見える溶岩に落ちても全然ダメージがないので、こういったギミックは何無視してどんどん進めます。あとこのようなレールをひたすら移動するみたいなギミックが一番このゲームで多用されてるんですが、移動中左右に動くだけで本当に虚無です。一応障害物もありますが、当たっても全然ダメージ受けないのでもはやどうでもいいまであります。ステージのボリュームを盛るためのステージギミックなんでしょうけど、正直これやるくらいだったら敵と連戦させてくれた方がいいと思いました。それでは一旦プレイから離れまして、このゲームの面白ムービーをご覧入れます。まずは序盤中盤あたりのムービーなんですけど、このように動きもありますしキャラボイスもあります。いやムービーなんだからそれくらい当たり前だと思われますよね。ですがこちらをご覧ください。分け前だと急にボラギノールの CM になります。特にアプデで追加されたストーリー部分に関して本当にボラに乗ってまして、とにかく動きがなくて何が起こってるのか分かりにくいです。はい、悪役の部下らしき人物が何かを投げましたが、紙芝居すぎて何を投げたのか分かりません。
どうやらこの人に向かって投擲されたようです。ちょっとうろまげる、卑怯じゃない。このムービーが一番卑怯だろ。そしてついに動かないならまだしもキャラボイスすら消滅しているムービーも存在します。このゲームは字幕が小さいのでキャラボイスがないと本当に情報が伝わってこないです。ボラギノールムービーでもキャラボイスはあったのにどうして。そしてこのムービーは皆さんご存知ギガントガルーのオジアスさん登場ムービーでした。名乗りくらいボイスありでさせてやれよ。ガルーが名乗りとはお笑いだね。この紙芝居の方がお笑いだろ。おじやすさんかわいそう。はい、2月28日、ついに査集当日を迎えてしまいました。ちなみに、査集する時間は、平日の真っ昼間である、火曜日の16時という日勤の人であれば、まずプレイ不可な時間帯でした。なので、査集前日の夜にプレイヤーが集中するのかと思いきや、前日のゴールデンタイムにプレイしましたが、同節は5人でした。悲しい。あまりにも悲しすぎる。しかし、査集当日数十分前には、さすがにこれより多かったです。私もリアルタイムで配信してたのですが、平日の昼間にもかかわらず、まさかの最大同節が6000人を突破し大盛況だったんですけど、このゲームの査集直前の同節は45人でした。少ないと思う人がいるかもしれませんが、かなり多いと思います。だって、同節がゼロだったり、一人しかいなくて、ソロプレイをひたすらやってた人もいたくらいなので、平日の昼間にもかかわらず、これだけ人が集まったのはすごいと言わざるを得ません。そして、お別れの時間が近づくとともに、おのおの、このゲームに対する思い出を語るところかと思いますが、チャット機能がないため、エモートでしかアクションを起こせず、本当に2022年発売のゲームなのかと疑ってしまうシュールな光景が広がっていました。そしてついにこの時がやってきてしまいます。バビロンズフォールは永遠のメンテナンスへと旅立つのであった。こうして役目を終えたバビロンズフォールでしたが、査集した直後になんと、エルデンリングの DLC が発表されました。どうもクソ投稿者です。バビロンズフォールいかがでしたでしょうか。と言っても動画だけだと飛び飛びでわからないと思います。正直ストーリーとかを順を追って説明とかしたかったんですけど、専門用語の解説等に膨大な時間がかかるので断念しました。個別で動画としてまとめようと一瞬思ったのですが、正直需要が全くなさそうなのでそちらも断念。さらにゲームシステムに関してもうちょっとしっかりと解説した方がいいのかなと思いましたが、興味を持った人がいたとしても今現在プレイ不可能なのでそこまで深い解説はしませんでした。もし本当に興味のある方がいましたら配信アーカイブを見ていただくと大体わかると思います。で、プレイしての率直な感想なんですが、私が普段やってるゲームと比べると全然まともなゲームだと最初は思いましたし、最初はかなりウキウキしながらプレイをしていました。ですがプレイしてても全然世界観に入り込めないし、ステージは退屈な上に弓を撃っているだけで、最強武器は店で簡単に生産できるし、ムービーは紙芝居ばかりで盛り上がらないといった感じで、これはものすごい速度でアクティブユーザーが減るのも納得だと思いました。しかも私がプレイした時期的には細かな問題点が修正されてたみたいなので、初期と比べると全然マシと古からのバビロンの民は言ってましたので、発売当初から購入したプレイヤーの方々の絶望は計り知れないと思います。しかも私は通常ではありえないほぼフルパでの攻略だったので、その分サクサクプレイできたので、クリアまでに30時間かからない程度でしたね。もし、
ソロでやったとしたら100時間近くかかってたんじゃないかなと思います。なので一緒にプレイしてくれたバビロンの民に感謝しつつこの動画を終わりたいと思います。それでは動画の視聴ありがとうございました。